今ここ潮来市で開かれる古式ゆかしい結婚式スタイルに注目が集まっています。古くから水路が発達していた茨城県潮来市、昭和30年代までは嫁入りの際に花嫁が炉舟に乗り婿の待つ対岸へ向かう嫁入り舟はよく見られる光景でした。この嫁入り舟を水郷ならではの観光産業にしようというプロジェクトが始まっています。歴史あるスタイルに新たに取り入れられたものがあります。その一つが花嫁さんとお婿さんが一緒に船に乗り挙式を行う修験舟。嫁入り舟は男子禁制のため新しい試みです。企画担当でこの日の花嫁さん内田博子さんにお話を伺いました。船の上ってすごい静寂の空間なんですね。ただ船頭さんのギーギーっていう老子ごとがして今から結婚式なんだなっていうちょっとしんみりした走馬灯じゃないんですけど、神秘的って言ってもいいかもしれないです。見てた一人が涙ぐみながらすごく良かった、一生の思い出になったって言ってくれたんですね。一緒に感動してくれるような結婚式ってこれはなかなかないんじゃないかなと思って。このプロジェクトは地域の皆さんの協力が大きな力になっています。炉舟の漕ぎ手は潮来市商工会青年部の皆さんです。程よいこの揺れとかこういうのは多分あんまり味わえないと思うので、それも思い出に残るように頑張ってやってますね。一生に一度の晴れの日、心を込めて漕いでいるそうです。ですね、ぜひ、皆さんのですね、一生の思い出になるようにですね、分一度頑張っていく所存でございますので、よろしくお願いいたします。